こんなド素人で。いや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 。すいません。全然全然。本当は僕は羽飛びを愛してるんですよ。ありがとうございます。愛してたし、愛して、未だに愛してるんですよ。100本作ってこいって僕言うたじゃないですか。言いませんよ、そんなの。どうも、解釈です。さあ、今日なんですけども、あの、羽飛びの扉を作った、フジテレビの近藤さんが来てくださいます。いつかはね、本当にこの解釈チャンネルでがっつりトークしたいなと思ってたんですよ。視聴者さんにもちょっと伝えたかったことがあるというか、はい、ひょっとしたら気づかれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、そもそもカジサックの部屋ってね、はい、僕最初段ボール作ったでしょ、はい、でそれを扉にしたいって言ってガチャガチャっていつも編集でやってるじゃないですか、はい、ぶっちゃけあれって僕は跳ねるの扉なんですよ。うーん、僕を産んでくれたのは跳ねるの扉だと思ってますし、はい、あとそもそもこのカジサックだって、うん、めちゃくちゃ滑った今度の名前ですだからこのチャンネルを開設するにあたってどんな演出でやっていこうかってまず一番最初に決めたのは僕扉だったんですよ。あ、こんな話もね、はい、ちょっと今日来てくださる近藤さんにお伝えしたいなと思って、はい、本人に泣くんちゃうかなそもそもすごいのが、うん、YouTube にテレビを作る側の方が出るっていうのが、そうなんですよ、はい、100万人登録いってから絶対にやりたいなと思ってたんですよ、うん、あの時ってどう思ってたんですかとか、まあ終わった話とか、うん、まあいろいろと本当に聞きたいなと思ってますんで、はい、お付き合いください。というわけで本日もどうかお願いします。近藤さんが来てくださいました。すいません。いや、なんかですか本当こんなド素人で。いや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 、すいません。全然全然っていうか、そもそも本当によく出てくださったなというか、ありがとうございます。よく出てくださったなは、はいはいはい、ちょっと語弊がありますよ。なんでですか出るねって、はい、OK する前に、はい、あのもう加藤さんとやりましたからって自分で言ってた。あの加藤さんがね、やっぱり面白いなお前って言ってくださってましたから、それはもう近藤さん出るしかないですもんね。いいですよ、まあ、加藤さんに言われたらしょうがないところもあるけれども、はいはい、すごいやり口だなやり口が。あ、そうだ、なんすか。え、何、あの一応、え、つまらない。うわ、なにこれちゃんとしてる開けさせていただきます、はい、どうぞ。うわすごい、これご近所の成城生ロール。なんで成城言うんだよいや、成城と書いてるから。昔の近藤さんやったら爆弾仕掛けてたけどなドカンなるやつね。絶対面白くないですそういうこと。一応こういうのももう俺の中で、何それ。いやいや、これ俺の中でこのひな形が笑っていいと思うしかなかったから。俺は笑っていいと思うで育った人間だから。仕込んでるなぁ、さすがやな。俺自分であのプリントアウトしてきたまずね、はい、僕あの近藤さんに実はお伝えしたかったことがありまして、はい、もちろん僕のカジサックのチャンネルは見てくれてますよね、はいはい、あの全部じゃないですけど、はい、はい、なんかちょっと感じなかったですか。そのなんていうんですか、動画を いいですか。じゃあなんすか、いろいろ言っていいですか。あ、どうぞどうぞ。まずこっから行きましょうか。え、何、このカジサックから。何、怖いんですけど。いえ、カジサックってあのカジサックですよね。そうです。僕はもうテレビのしくじり先生でも言ったと思うんですけど、はいはい、あのタイ人のコントのカジサックを僕はいただいて名前つけてます、はい、そうですよね、はい、そうです。あのカジサックってどうやってできたか覚えてます、はい、え、何ですかそれ、きなり。まだ羽飛びが始まって間もない頃、はいはい、自分の出番が少ないぞと、はい、近藤さん、僕、はい、顔芸とかすげえ自信があるんですって言い出したわけ僕、はい、めっちゃ面白い顔とかできるんですって言って俺結構止めたのよ。いや、顔では大人は笑わないよって言ったんだけど動きと顔で絶対笑い取りますからって言われて、はい、じゃあ分かりましたと、うん、そこまで言うなら、うん、登場してきて、はい、顔芸で相手を、笑わせるみたいなことで、はいはいはい、キャラクターを考えるわって言って、さすが、タイのムエタイの、はい、あの戦いの前には、はい、必ず戦いの舞があるっていう。そうです、そうです。で、その戦いの舞を、うん、一振り踊って、うん、いざ戦うぞっていう時にそっからはじゃあフリーでやるんだねって言って、やらせてくれって言って、そうで、もうその時俺は初めてスタジオの空調の音をそれがカジサックなんですよ絶対出したくないやつをなんで引っ張り出したくない
それも無許可で名前ぐらいはね。いやあとなんかそのこういうやつもさ、これ、はい、はい、はい、ね、はい、あなたね、マルシーがフジテレビについてるものを勝手に使いすぎる。思ってたんとちゃうんすか。本当に何それ、 なんでちょっと怒ってるんですか。あのちなみに何止まらないよ、しゃべりが。秋山とかは、ね、なんかあのクリエイターズファイルとかでさ、やってますよ、やってるじゃない、はい、ああいう時になんか羽飛びのコントの時のキャラクターでやったやつを、うんうん、なんかちょっとやりたいんだけどみたいなのは、はい、いちいち一応連絡くれて、なるほど、やらしてもらっていいですかみたいなのをくれるわけ。ああ、なるほど。でもそれはいいよって言って、はい、頑張ってねってなるじゃない。言いませんでしたっけ。言いませんでした。お言葉ですけども、はい、それに関しては、はい、もう本当に僕は羽飛びを愛してるんですよ。ありがとうございます。愛してたし、愛して、未だに愛してるんですよ。その思いが強いがゆえに、はい、勝手に僕は背負ったんですよ。わかります？だから許可とかそんなんじゃないと思うんですよ。お前よくやってくれたなって言ってくれるかなって思ってたんですよ。許可です。そこは申請しなきゃ許可しないよってことじゃないんだけど、まあまあね、何でもかんでも、はい、本当にもうただ同然でこう平気で今度はあのほぼ100円ショップやろうかな思ってますけど。それはこれメンバーにかって言われたらもうそれやってください。ちょっとごめんなさい、小野さん、はい、お時間許す限り今日ちょっといろいろ聞きたいのがね、はい、どんな流れで跳ねるの扉をやりだした人なのかっていうのを聞きたかったりするんですよ、はいはいはい、何をされてたんですか。いいとも夢盛りやりながら、そのいいともの、当時金曜日の担当ディレクターかな、はい、金曜日の担当ディレクターに後々また僕がお世話になる、うん、お師匠さんの片岡飛鳥さんという人で、出た片岡飛鳥さんですよ。まあ片岡飛鳥さんでいうとめちゃイケを作った、めちゃイケを作った人ですよね。で片岡さんが今度新しく番組始めるんで手伝わないかって言われて、あ、それがそれがめちゃイケ出た。で前身番組は飛ぶ薬があったじゃないですか。あの時は近藤さんは入ってない、ね、入ってない。めちゃモテっていうのがあって、めちゃめちゃモテた、11時に23時にやってた時、ね、そう土曜日の大好きでした、見てましたもん。でそこのお手伝いから入ったのかな。で羽飛びをやり始めるってことですよね。そう、入社して5年目ぐらいにめちゃイケでディレクターにしてもらうんですよ。5年目で。そう、僕聞きたかったのね。8年周期って言われてたじゃないですか。はいはい。フジテレビ新しい波っていうね、まあ、番組があったりするんですけども、もともとは片岡さんが、はい、うっちゃんなんちゃんの番組をやっていて、もともと飛鳥さんがうっちゃんなんちゃんさんの番組、そう、はい、そのうっちゃんなんちゃんの番組のプロデューサーで、はい、今もうあのフジテレビ出ちゃいましたけど、はい、吉田さん、吉田正樹さんっていう有名な方ですね、はい、いて、はい、吉田正樹さんが新しいスターを発掘する番組を企画して、うん、でそれが新しい波っていう番組、っていう番組、当時フジテレビの若手ディレクターが、うん、自分がこの人は面白いっていう人たちを連れてきて、で、テレビで紹介するっていうスタイルの番組だったんですね、うん、そこから選抜したメンバーが揃ったのが飛ぶ薬っていう、ね、そうですね。でその時に、飛鳥さんが紹介したのがナインティナインであり、みたいなことです。良い子でありみたいな、はい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 、僕らトンボでありみたいな。でそれで言うと羽飛びも作り的には一緒というか、僕らは新しい波8、はい、波8って言われてたんですけど、香取慎吾さんがね、うん、MC でそれも50組ぐらいやってたでしょ、あれ芸人さん。そうです。その番組を近藤さんがやることになったきっかけって何だったんですか。でそれが同じように片岡さんに呼ばれて、はい、で自分も昔新しい波っていうのをやってみないかって言われたんだと、うんうん、で当時は自分がディレクターになって、はい、ちょうどいろんなことができるようになってた真っ盛りの時だから、うん、はい、なんでそんなことって思ったんだけれども、うん、それをやったおかげで、まあ、めちゃイケみたいなものに最終的にたど、り着けたと、はい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 、だから、はい、今お前はめちゃイケが楽しいのかもしれないけれども、うん、悪い機会じゃないと思うから、うん、その若手を発掘する番組っていうのをやってみないって言ってもらった。飛鳥さんから来たんだ。そうでですよ、僕はここから聞きたくて、これはもう11年半にしての番組やらせてもらってたんですけども、こんな話はねしたことなくて初めて聞くんですけど、まあいろいろな芸人さんがその新しい波8っていう番組に出てましたよね。いろんな人が、そう、そうそうたる、そうそうたるもフットボールアーさんだったりとかさ、それで言ったらチュートリアルさんだったりとか、おぎやはぎさん、品川庄司さん、みんな出てた、すごいメンバーが揃ったんです。
ただその中から選ばれた5組はまあ皆さんが知ってる、まあ、キングコング、ロバート、インパルス、北斗、ドランクドラゴンだったんですけど、その理由をね今日ちょっと聞きたいなと思いまして、話せる範囲でもいいんですけど、まあ毎週、はい、ネタを、はい、まあ、紹介する形だけは決まっていて、はい、でその時に一つルールを作って、はい、これは、今までかけたネタじゃなくて、うん、新ネタをかけてもらう。そうでしたね、確か、はい、その新ネタも、はい、本人たちが今まで出してないやつをポロって出してくるっていうんじゃなくって、うん、担当になったディレクターと一緒にネタを考えて、はいはい、それを、あのステージでかけてもらうっていう、ルールにさせてもらってた、うん、そういう、はい、まあ、裏の演出をしてた。裏演出で言うとね、これ、はい、でその時にそれをやると何が分かるかっていうと、うん、お互い若いじゃない、はい、だから若い芸人さんなんかは思いついたボケはとにかく全部ぶち込みたいみたいな人は結構いっぱいいたりする。まあまあそうですよね。だけど冷静に俯瞰してみると、いやいや1個目と3個目はこれ邪魔じゃないって、これ抜いた方が2個目4個目の方がよりウケるぜってなった時に、はい、そこを納得してそうだねって言ってくれる人と、うん、いやいやこれはもう1から5まで全部出すんです、うんうんうん、っていう人とやっぱり分かれてます。分かれますね、はい、そうなった時にそこはもう絶対に揺るがないっていう人とは、はい、なかなかこの先番組を作っていく時に難しいだろうなって思った。なるほどね、そういう風になってたんですね。そう、僕それで今パー思い出したんですけど、ちょっと物申していいですか、また、はいはい、担当ディレクターっていうのを今おっしゃってにおったんですよ、はいはい、ね、我々キングコング近藤さんじゃなかったっすよね。はい、違います。あれなんでなんですか。それは僕かがりさんやったんですよ。でね、結構ええ加減やったんですよ、かがりさんが。現場にキックボードとかで来るんですよ。俺なんか今近藤さんがそんな熱いこと言うてくれたんですけど、俺なんかピンと来なくて。俺かがりさんそんな感じだったっけなみたいな。なんで近藤さんついてくれなかったんですか、キングオブに。一応俺が一番先輩だったのね、係は俺の後輩だし一番上だったわけですわ、みんな若いですよ。中島とかもうみんな後輩だった。中島 P ね、めちゃくちゃ有名な、はい、で彼らみんな後輩で、はい、まあ要は経験もまだそんなに浅いから、はい、だからこれはちょっとかっこいいつけみたいなことになるけれども、何一番ヤバめの人というか、はい、この人で新ネタ作るのだいぶ大変だぞっていう人を基本的には俺が受け負って、で結構見えてるから細かいニュアンスは3人で決めたらみたいな人たちをその俺の後輩に与えてた。なるほど、そういうこと。あ、なんかちょっと気持ちいいですねそれは。そうだからドランクドラゴンも違うし、みんな違ったんじゃない、あの5組。最終的には、はいはいはい、お兄さんメンバーの、うん、跳ね飛びと、はい、このあなたたちの跳ね飛びと、はい、2択みたいな塊ができたわけ。どっちで行くかみたいなことですか。まあ言ってみれば、初めて聞きましたよそれ。マジですか。そうかもしれない。そう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 。じゃあそれこそシナショーだったり、はい、おぎやはぎだったり、はい、なんか そう、その辺の俺は結構好きだなって思った人たちで作ったら、はい、こういうのはできるよなっていうのと、もう一個若い人たちでフレッシュな方で作ったらこっちだよなっていうのがあって、で、ここだけの話、どっちにも入ってたのがドラッグドロゴン。いや、僕も今ちょっと思ってて、塚地さんどっちもじゃねって思って、どっちも、どっちかっつったら塚地さんこっちじゃねって思ってたんですけど、どっちも入ってた。うわ、すげえ。そうで、結果的にフレッシュな方を選んだのは、うん、近藤さんなんですか。まあ、そうだね。でもその時、多分飛鳥さんとも相談したかな。すげえ話。芸歴の長いメンバーたちの方が番組当たる確率は高いわけじゃないですか。そうね、だからそこが確率論じゃないのかもね。この人たちとやりたいって思ったりとか可能性を感じたのが若いメンバーだったってことです。そう、若い方が可能性があるんじゃないかとは思った。はー、どんなタイミングでこのさ、このメンバーでいけるなって思ったのか、それとも逆にやべえなこれって思った時期とかあったのかなというか、それ聞きたいな思って。やべえなこれは、はい、なんか一人、はい、なんか僕は顔芸ができますっつって俺やぐいぐい言ってきて、はい、盛大に滑ってたあの初期のあたりはやべえなこれ。あれ、思ってたのちゃうって思ったってことですか。
そんなことはないけれども、はい、いや僕むっちゃ滑ってましたもん当時。むっちゃ滑ってたよねほんまにきつかったです。覚えてます近藤さん。何を。僕があまりにも滑って滑りすぎて100本コント作ってこいって言ったの覚えてます。覚えてないよ。なんだよなんで覚えてない。100本作ってこいって僕言うたじゃないですか。言いませんよそんなの自暴自棄というか本当にいや俺これ俺おらん方がええんちゃうかなって思った時期も正直ありましたから。でもそんな中でも、まあ、近藤さんしっかり周りの方が僕にチャンスを与え続けてくれたんですよね。だからこれ前ね岡村さんが来てくださった時にわ一緒やって思ったのは岡村さんがおっしゃってたんですよ。トブクスリの時に片岡飛鳥さんに志村けんさんのを見せられてみたいな、その時に僕これ話そびれてるんですけど僕も実はそれ覚えてます。僕うっちゃんなんちゃんさんのコントを見なさいって言われて、うんうんうん、僕それ見て勉強してたんですよ。動きが得意ですとか言ってたからね、はい、もう俺それしか言ってないじゃないですか。そうだよで俺はずっと言ってたのはいやいやその相手との関係性で面白いわけだから。そうで俺あなたにそういう部位も渡したよ、はい、これはあなたが面白かったところだよっていうのを全部繋いだやつで繋いでくれてこれは面白いやつってこれができればいいよっていうのをやってたでしょ。懐かしい。そうもうあれ愛情でしかないの今思うと。俺の編集してくれてるんですよ。これ見なさいっつってでバーって勉強したんですけど、なんかトークの時とかが多かったけどね、はい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 、なんかトークの時とかのこの掛け合いとかこの返しとかは面白いよっていうあったな。懐かしいな。そしてずっと近藤さんに言われてきてても治らなかったのが負け顔を見せるやったんですよ僕。あなたが面白くなるのは負けた時だよっつって、負け顔を見せなさいっていう教えやってんけどどっか僕の中では違うくてできてなかった。でもこのカジサックになってから僕それをできるようになったんですよ。あようやくこう当時近藤さんがずっと言ってくださってたことができるようになったのかなというか、ずっと言ってくれてましたもんね。きつかったっすわあの時期ほんまに。どの時期。初期。初期。あ初期、ね、初期中の初期はほんまにきつかったでも近藤さんも見てて分かったでしょ、あいつ悩んでんなあいつ苦しんでんなっつうのは。そうあいつ悩んでんなっていうか、うん、あいつあんま面白くねえなって。しょうがコントの本数はどんどん減る。減るよ減ったよそしてまあ深夜番組で人気まま出たじゃないですか、うん、言うてもコント番組やってで次は11時23時台に上がるんですよね、はい、コント番組から時間上がった時でコントがちょっと少なくなったりするじゃないですか、はいはいはい、あれをねもうプロにねちょっと聞いてみたいなと思うんです。あれって結局なぜなのか。一応、はい、個人的にはですけれどもテレビって視聴者とあの感情を共有する箱なんだなって思ってるんです。はい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 。で要は登場人物が出てる時に誰かに感情移入して、うん、ああ怒ってるなとか、うん、ああ悲しんでるなとか、うん、ああ恥ずかしいんだなとか、うん、それを共有するための箱だなと思って、うん、はあなるほどなるほど、はい、だから、はい、よくほらテレビって情報が必要だとかって言うじゃないですか。言いますね。だけど、うん、例えばうちの局で言うとトリビアの泉って大ヒットした番組が、いやもう大ヒットみんなへーってやってました。だけど見てた記憶はあるけれど、はい、へーって言った記憶はあるけれど、はい、トリビアの中で出てたネタを覚えてる人ってほとんどいないんですよ。わわ、それに何かっていうと、うん、情報が知りたかったんじゃなくてへーって言いたかっただけなの。はあ、なるほどね。はいはいはい、テレビってそんなもんでしかないんだけど、はい、でもだから楽しいんだなとも思うのよ、うんうん、でそうなった時に、まあ、演者の喜怒哀楽と、まあ、に視聴者は身を委ねるというか、はいはいはい、するんだよね、はあはあ、で基本的にお笑い番組って、うん、その演者の喜怒哀楽を、喜怒哀楽自身は基本的にはリアルなものを求めるんだけれども、はい、その喜怒哀楽が起きるように、うん、そういう状況というかそういうシチュエーションを、うん、まあ、作るわけです、はい、簡単に言うと、はいはいはい、でそれでその人が、あ、怒ってんな、恥ずかしいなみたいな。例えば今のトークだってそうですよね、うん、トークの中身が面白いというよりも、はい、カジがそうだったのか昆虫ショーって言ってうわーってなってる時に、はあ、あ、梶原ははしご外されたからそんな思いしてんだなっていうのが伝わるから面白い。ああそうか、そうっすね。なんか特殊な面白いフレーズを言ってるわけじゃないじゃない。いやいや、ちょっとは言ってるやろ。いやいや、そんなに言ってない見てる人が一番なんか簡単に感情移入しやすいのって、うん、喜怒哀楽の順で言うと道から始まって、はい、道哀楽喜ぐらいな。要はこんな問題がありましてみたいなのっ
ってさ、世の中中が許せないみたいのってさ、簡単に起こりやすくなるじゃない。ああ、まあそうですね。感覚的に、はい、中身はいろいろあったけど、なんかちょっと悪いやつがいると許せないってなったりとかさ、するじゃない。で、なんかバラエティ番組だってさ、ほら誰かが辛い思いしたりとか悲しい思いとかしてんのが面白かったりするじゃない。要はカッコつけたい人がカッコつけられないところが面白かったり、まあそうですね、こけたりして、ねね、するじゃない。そういうものを、まあお笑い番組っていうのは、こっちで人工的にそういう場を作って、そこに演者さんを入れて、そんでそこの演者さんが喜怒哀楽をするのを、まあ作り出す、作業だと思ってるんですよ。それがバラエティー、バラエティーっていうことなんですね。その時にまだ世の中に出てきてもいない人は、その人がどんな人かも分かんないから、喜怒哀楽がまず分からないですね。そう、この人こういう時には怒る人だよなとか、この人ってベースこれぐらいの人だよなっていうのも分からないじゃない、全く誰かも分からないから、その時にまず世の中に、僕らこういう人ですよ、こんな感じの人ですよっていう時に、名刺代わりに出すものが俺はコントだと思う。はあ、なるほどね。で、名刺配り終えたじゃないですけども、で23時に上がったタイミングで喜怒哀楽をこう見せるようにした。そうで、名刺を大体配り切ると、今あれこれ芝居でやってんなっていうのが透けて見えると面白くなくなっちゃう。はあ、すごい。だからどん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 よりリアルにこの人たちを、喜怒哀楽のボタンがパーンって弾けるように仕立てるようなコーナーを作るわけ。はぁ、参ったな、すげえな。例えば、バイキングの小峠くんがいるでしょ、はい、ね、あの人が初めてキングオブコントで世にドーンって出た時に、なんて日だっていうのが、面白いやつなんだ、ああこんな風に怒ると面白いやつなんだってな、で、そんでそっから今度キャスティングがどんどん始まって、あの手この手で彼になんて日だを言わそうとするんだよね。まあそうなりますよね。で、そうなると、まあ彼はすごくそこのテクニックもあるし上手だから、まああのいろんなシチュエーションでなんて日だだったりいろいろ怒ったり返したりするじゃない、そうするとそこのリアルな小峠がどんどん面白くなるよね。ああ、なるほど。で、それで最初に名刺代わりにそれを見たんでね、でもその後彼がナチュラルな中でフリーで出し始めると、そっちの方がネタよりもリアリティがあるから、今度そっちの方が面白くなるじゃん。わかりやすいわ。確かに。そうすると今度もうネタのなんて日だはあんまり見てらんなくなる。受けなくなるんだ。そう。でもそうですもんね、そら。そうなんです。はあ、わかりやす。ずっとあなたたちはものすごいブーブー言ってたけど、100円ショップのお金マジで払わせたでしょ。いや、このさん、あれに関してはブーブー言うてマジで払わしてたから。へぇ。そう、でもそれがそういうことですもんね。そうそうそう。なるほどな、面白いな、すごい。これで結構納得された方多いと思いますよ。とはいえやっぱりお笑いファンの方々はやっぱりコントが好きでみたいな、どうしてコントをやらないんだ、ゴールデン上がってもコントやれコントって言ってましたけど、ロジックで言うたら今のなんですね。そうだと思う。で、加藤さんが来たから、で、あまりにも温度が違うから、これやばいぞ。最終回の日やったでしょ。あの時僕、肋間神経痛って病気にかかったんですよ。跳ね飛びが終わるっていうストレスで。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。